だらっしゃい、こんにちは、もぐもぐです。さてと、あ、もう声出なくなってきたわ。声出ないわ。さあ、今日は、読んでいこう。いやー、なんかこう不思議とテンションを上げるのが辛くなってくる時期ありますよね。いやー、なんかこう元気になれない感じ。ちょ、画面酔いしそう。死にそう。やべ、ちょ、待って、ちょ、待って。あー、でもやっぱこうなんかリアクションを取るっていうのはなかなかめんどくさい。なんだよ、ガチの事故じゃねえか。いやー、テンション上がんないんですよね。上がらないのか上げていないのかと言われれば、上げていないと言っても過言ではないかもしれなくもないかもわからない。よくわかんないセリフだね。何が起きた。まあ、いっか。いやー、今日は何の話をしようかなと思って、とりあえず最近読んだんですよね、本を。本を読みました。読んだだけです。特にないです。話の発展が思いつかない。というのもですね、読んだ作品がですね、村上春樹のノルウェーの森。もう感想がわかんないっしょ。俺も何言っていいかわかんない作品だったよ、あれ。どうすんだこれ、その週末感どうすよ。おへへへへ、強い。僕強い。上手に焼けちゃったわ。マジか。ちょ、待って。文体がなんか、恐ろしいほど芋しかいなくてびっくりした。生きのいい文体はいないものかね。俺が湧く。湧くんだ。湧いた。湧きました。いやー、しかしね、こう、なんだろうね。トーク力が欲しくて本を読んでみたけれど、何も手に入るものはありませんでしたっていう、そういうやつは強いな、強いな、これな。いいぞ、良いぞ、あら良いぞ。ちょっと待って、味方蘇生しないと、かわいそうだ。よみがえれ、俺の、よし。まあ、元気のかけら使ったんでね、復活するんですよ。懐かしいでしょ、元気のかけら。ポケモンタン。なんか友達にポケモン積まれられたんですけど、なんか感じてるわ、カミカミだわ。かけられたんですけど、ねえ、買いたいんだけどハマっちゃうからあんまりね。よし、動画の投稿ペースが遅れてんのも、他のゲームにやってて集中しちゃったから、まあ DF しばらくいいかなと思っちゃったり思わなかったりしてるからかもわからないですけど、あ、いや、嘘ですよ。今の当然皆様に提供しようと思って妥協しなかったんですよ。妥協しないように厳選してやっていた結果、自分の音声だけ抜けていて何を喋ってるかわかんないし、無言で終わるのもちょっとあれなんでね。え、死んだねえ、無言ですしね、無言でったんでね。文体が怖いな、この文体怖いな。ただいま、文体ただいま。ちょ、待って、この文体何なの、この ひどすぎるでしょ。あー、いい文体、素晴らしい文体来た。これいい文体来たぞ。待って、逃げるが勝ち。危なかったわ。よいしょ。で、妥協しなかったらね、やっぱダメだったんですよね。だから妥協して今音声取って、ガウ、死んだ。ずるいなー、そのずるいなー。エースとかいう恐怖筋に、さらにサプレッサーとか凶悪なコンビネーション、最悪。ずるいわー、ずるいわー。もう、ピッピ2000以外、サブレッサー禁止とかじゃダメですかね。ダメなんですかね。 OK、 危ねえ。ど下手なスナイパーの矢なんだって。自分で今何言ったか覚えてねえ。いやー、しかしながらにしてってなんじゃ。いやー、なんかこう喋りが上手くなりたいというか、感情表現を豊かにしていきたいというかね、感受性を豊かにしていきたいというか、なんかこう人にグッと何かを与えるような何かが欲しいんですけどね、手に入らないんですよね。どうすればいいんですかね。モンスターボールでも使えば手に入るんですかね。まあ、僕マスターボールとかそっちの方が好きなんですけどね、絶対ゲットできる方法。でも最近マスターボール安くなったよね、なんか存在が。昔さ、いろいろあってお礼だ、これをあげるってそんな感じだったんだけど、あ、ダメだ、蘇生されない。
死んだやーつって感じだったんですけどね。でまあ最近のポケモンはやってないんですけど、ね、一番新しいポケモンはやってないんで分かんないんですけど、ポケモンはそうだね、僕が持っていたポケモンはまあ DS のソフトはほとんど持っていたんですけど、あれですよね、あれですよ、何でしたっけ、ちょうどルビーサファーの時期ですかね、わかるかな、ルビーサファイア、今発売してんじゃないかな、ルビーサファイアのリメイク版みたいなのは、そのリメイク版の一番初期型、まあ要するにリメイク元ですよねの時期に僕やれなかったんですよね、ゲームがすごい悔しかったですね。なんかさ、昔そのなんかうわー出た、ハリテヤマだハリテヤマっつってすげえバカにされたんですよね。ハリテヤマとあとなんだっけな、ホエル王か、あいつはハリテヤマホエル王だぜとか言われてたんですけど、何のことだか分かんないし、とにかく罵倒されてんだなと思って、さあ持ってないから分かんないしさ、よく分かんないけど罵倒されるからさ、すっごいムカつくわけですよ。ずるいっすよね本当に、何言ってんのお前って話ですよ。やーい高見盛りって言われても分かんないでしょ、そんな感じですよ。あ、高見盛りっていうよりかあれだな、ドルゴルステンダグバドルジって言ったら分かるかなわーいお前ドルガお前はドルゴルスレンダグワドルジだっつって言われるんですよ。わかんないでしょダグワドルジ誰だか、これ朝青龍ですよ朝青龍の本名ですよ、皆さん覚えておきましょうね、テスト出ますよきっと。さて問題です。怪我をしているという虚偽の報告を行いながらサッカーをしていた有名な元横綱は一体誰でしょうっていう問題が出たらね、皆さんねドルゴルスレンダグワドルジだって答えるとね正解もらえますからね。知らないけどねそんな問題知らないけどね、あるかはあってたまるかって話だけど、なんで不祥事問題にしてんだよって話、まあ確かに問題にはなったやつけども、そういう問題ではなかったというね、答えを求められていない、そんな感じ。あ、これまず動いたらやられそう。なんだっけ、あとね白鵬って言ったじゃないですか、あれの本名はムンフバとダバジャルガルだったかな。でね、あどうだったっけな、いろいろ覚えたんですよね、なんで覚えたんだろうなんでだろう、相撲の選手、相撲選手っておかしいな、相撲取りのね名前をいちいち全部覚えていくという謎の機構をねやってましたね。そういうまムンフバとダバジャルガルは白鵬だったか古藤衆だったか忘れちゃったな、うーんどっちだったかな覚えてないんだよな。あけぼのも覚えたんですよね、なんとかジョージ・ハヘヨって名前だったんですけど、そこまでしか覚えてないんですよね、残念ながら記憶力ってのがちょっとな、悲しいぐらいないからね。ちょやべ来んのかな、ナイスアシスト、よし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 すごいですよね。でも最近の相撲取りとかねテレビを見ないんでね、どんな相撲取りが流行ってるのかちょっと分かんないですよね。最近のトレンドの相撲取りが分からない、永谷への CM を見てないんでね、よく分からないんですよね、誰が流行ってるんですかね。最新のトレンドがわからないんですよね。皆さんはどの相撲取りが好きですかっていう話にはついていけないんですよね。悲しいことですね。誰かちょっと皆さんの好きな相撲取り教えていただけるとすごい助かるんですけどね誰がそんな話すんだよマジで。20代で相撲の話ってやつ聞いたことねえよマジで。よいしょ、20代10代いや30代もねえだろ、もうわけわかんないでしょ。
これもよくわかんない、なんでこんなに知ってんのかよくわかんないけど。それから何だったっけな、まあいろ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 、いやなんだろうね、なんで調べたんだろう自分でもわかんねえな。よいしょ、よっしゃ、強いぜ、今日の俺は強いぜ。 OK OK OK、 最後。いやー、しかしながら、しかしながら使っちゃうな。しかしながら変化がないな、変化が欲しい。スモーカー、スモーナン、そうだな、皆さんはどういうのが好きかな。そうだ、なんだっけ、相撲の決め手っていろいろあるじゃないですか。で昔生き物係、おおマジか、生き物係って知ってますかね。知ってますよね、最近すごい有名なんですけど、昔ね、ラジオやったんですよね。10分か20分ワンコーナーみたいな感じでね、最近はこういう人たちが流行ってますよっていう、流行るかもしれませんよっていうラジオ局のいい聞かせた、聞かせいい感じに聞かせたね、そういうラジオがあったんですけど、ちなみにそのラジオのタイトルがなんだっけ、なんとか、なんだっけ、すごいガバガバになってた記憶、ね、相撲のねタイトルの名前だったんです。タイトルとか決まり手の感じだったんですね。あ、そうだ、寄り切り押し出し上手投げっていうねラジオがやっていたんですけどね、すごいねそのボーカルのね人のね妄想がすごかったんですよね。濃いわ濃いわと、まあ確かにこんな濃い人が曲を作ったらすごいんだろうなって思ったけど、作ってんのはギターだったっていう、そういうすごいどうでもいい話ねどうでもいいでしょこの話。いやー、濃いなー、濃いなーって思ったら、確かにまあこういう人が歌ったら濃くなるわなーと、ね、そんな感じでございまして、まあ、それ以上特に話はないんですけど、まあ、相撲を取り手っていう話からしたらちょっと懐かしい思い出だったな。そう、中高校生になるとさ、ラジオを聞きますよね皆さんね、普通は、まあ、皆さん高校生か大学生か存じ上げませんけど、社会人かも分かりませんけども、高校生でなぜかラジオ聞き始めるんですよね。というのも多分ね、テレビを見るというのが飽きてくるんじゃなかろうかと思うんですよね、多分。まあそれ以上ないんだけど話は、かもねって話。ちょっとおしゃれじゃないラジオも、感じ的に。そうか、ラジオか、ラジオか、ラジオいいかもしれないですね。ラジオでこうトーク力を磨いていくと、ラジオの DJ のトーク力をまさに身にね、していくような感じ。身にしていくって単語がおかしく言ったくね、何そのやっぱ、じゃあ待って、やばないか、いいと思うんです。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、さすがに死ぬかと思った。あね、おお、来てる来てる、はいよ。ラジオとかいいですね、会話のこうなんだろう、やっぱ皆さんに届けていく DJ スタイルがいいのかもしれないですね。やってまいりました、ごめん、わかんない、なんだろう、こう何か DJ をやろうとするとどうしてもこうなんだろうね、クリス・ペプラーになるんですよね、うん、クリス、どうもクリス・ペプラーです。はい、似てない、これ今のでね定評がつきましたよ、今ので、あーこいつ適当にやってるわ、似てないわ、死ねばいいのにって言って、死ねばいいのに童貞って言って、ね、言われてね死ねば童貞って言われて、その殺意を込めて低評価が今パーンって押されましたけど、きっと押されたんですよ。わかりますかね、もう俺もう予知能力ありますか、予知能力っていうかね、もう経験からねそういった判断できる人間ですからね。皆さんは多分今ので低評価パチッって押しましたよ、きっと熱い低評価パチッと押しましたね、絶対今、絶対に押しましたよ。今押してないって言うんだったら逆に高評価押してごらんね、うんかかったなっつってね、うん、私の策略に次々とハマっていくという、皆さん滑稽ですね。いやー、まあ誰も高評価も主張もしてくれないんだけども、まあ、その辺はまあいいとして、まあ、その辺はしょうがないからね、しょうがないんですよ、しょうがない、死んでる、これは死体だったのか、棒読み開いた、
でねー、どうしよう、これ行っていいのかな。デルタ行きましょうかね。なんかいるっしょ。ボート発見。ボートやれんのかな。ボートの後ろのガンナーのが一番美味しくてさ、ちょうど柔らかくて美味しいやつなんですけど、ほらねほらね、あーやられちゃったけどさ、もう一番柔らかくて美味しいんですよね。あそこがね一番美味しいんですよね、なんて会話したくもないけども。で何の話だっけ、会話トーク力をつけようみたいな、そういうよくわかんない話からこの辺でまで来ちゃったんだっけ。もうどこ登ってんかわかんなくなるな、自分で喋ってんと。喋りに集中するとさ、プレイも結構おざなりになるしさ、かといってさ、喋りにそこそこ意識しないと自分って何言ってるか分かんなくなっちゃってさ、でまあ喋りに意識してても分かんなくなっちゃうんだけどさ、うんね、うん、皆さんご察しの通り。で何よりね、視聴回数が増えないんだわ最近。みんなケチでしょ。ちょっともう一回見てもらおう、いいよ、もう一回ほら、もう一回さ動画消してさ、もう一度見直すってのどうよ。今からもう一回やってみない。今から私たち初めてですよっていう体でもう一回見てくれるとすごい助かるんだけども、すごい助かるんですけども、誰か手協力してもらえないかしらね。私一応動画のチェックのために3回ぐらい見直してるんですよね。これおかしいだろうなって反省しようと思ってね。視聴回数増やす目的もあるんですけどやっぱ反省なくして人間は成長はないですからね。よしよし、ざま。反省していく実況者だね。自らを顧みて成長を促していく、自らに成長を促していく実況者なので、皆様にその新しい、常に新しい自分を見せていきたいとは思っているんですが、変化しないんだな俺はな、難しいんだな、痛い。うまいわ。ちょなんかすげえな、35キル1ですとか何なの、ちょっとずるいわ。そう、ちょっとこれさ、後で見直して俺大丈夫かな。なんか自分で、あ、これ面白いかもしれないと思って喋っててさ、聞き直した時にさ、自分で何言ってんだろこいつってなるからさ、あんま見たくないんだよねだから見直しちゃうんだけどさ、やっぱこの発言おかしいなーって、おかしいなー、怖いなー、おかしいなー、あれー、おかしいなー、怖いなーつってね、もうなんだろう、稲川淳二、いやそんなことはいいんだけどさ、本当怖いんですよね。自分って何言ってるか分かんないってのが一番怖いんですよ。意識してないってのが一番怖い。怖いんですよね、それが。だからね、こう、なんだろう、自分で自分を厳選し、妥協しないようにした結果、動画投稿しなくなっちゃうっていう。っていうのもありましたね、最近、ここ最近の話ですけどね。それからですね、あれですよ、もう一つ最近動画投稿できなかったのもう一つありましてね、あの撮った気になって音声が入っていなかった、まあ、マイクオンにして、前も言ったんですけど、今動画と喋ってるトーク別撮りなんですよね。で、何これ、まあいいや、別撮りでして、あ、これ撮っとこうかな。別撮りでやってまして、で音声後から入れてる形にはなっているんですけども、ですけども、うちあれなの、超めんどくさくて聞き直すの後なんですけど、いろいろ収録してからどれ使おうかなとか決めるんですけど、なんか3回ぐらい音声聞き流したら撮れてなくて、マジやばいの、わかる、やばい感じ、超やばかった、そしてちょっと落ちそう、やばい。3回ぐらい収録する機会があって3回とも音声入ってないっていうね、この悔しい感じ伝わっていただけたでしょうかね。ちょっと最後の方雑だったけど、その雑さも私のね魅力ということで。ああ、何言ってんだろう。ああ、これ聞き直すの怖いわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。